はい、ホワイトベース出張館内放送ですね。はい、今、買取で、出ております。はい、今ね、買取で出てるんですけど、あそこに実はね、ふんふんがいます。ふんふん。ふんふん。ふんふんは疲れたようです。はい。で、まあ、ハロがなくなったりとかですね、いろんな心配をいただいているんですけども、今ですね、まあ、前もね、いつまでもうじうじしていられないっていう話をした通りですね、買い取り、まあもちろん販売は普段から力を入れてるんですけど、買い取りをですね、非常にこう、今、力を入れていこうという感じで、頑張ってます。はい。というのも、毎年そうなんですけど、冬の時期っていうのはね、ちょっと売り上げというかそのバイクの売りの方の、案件っていうのがですね、どうしても減ります。まあ、バイクに乗れる地域っていうのがね、日本国内で、まあ、半分ぐらいになっちゃうっていうのがですね、まあ、主な理由なんですけど、逆に買取関係の方はですね、常にやってますので、まあ、ハイエースになってるじゃないですか。で、4駆で、新品のスタッドレスをですね、履いているんですが、まだこの新品のスタッドレスのですね、素晴らしさをこう発揮できるというですね、そういう現場に行くことができておりません。はい。なので、雪深いところの方でも全然大丈夫ですので、あとはね、先日、お正月に公開したみたいに、飛行機で、鹿児島まで行ったじゃないですか。ね、ああいう形での買い取りも、そうそう頻繁にはないんですけど、やっておりますので、もしよかったらですね、お声掛けいただければなと思います。はい。で、今のところ、ああいう、ものすごい遠い、その飛行機でっていうのはね、一件もないんですけども、あればあったでですね、僕の方も楽しくできますし、動画もですね、非常にこう盛り上がるので、こんな遠くから問い合わせ、しちゃまずいんじゃないかなっていう方、ね、僕の視聴者さんすごくいい人が多いんで、逆にこう気使ってくださるパターンが非常にこう多いんですけども、条件が合うようであればですね、ぜひともの話でございますので、お声掛けいただければなと思います。やっぱね、その近隣だけでね、こうまとまるような商売の仕方をしてませんので、日本全国ですね、を対象にした商売をですね、小さいながらさせていただいておりますので、よろしくお願いします。海外は難しいんですけど、海外は難しいな。あと離島もできなくはないんですけど、ちょっと離島だとね、そのメインの、そのハブの港のところまではね、持ってきていただいて必要が出てきちゃうので、まあそういう、労をね、いとわないよっていう方であれば、なんとかなると思うんですけども、はい。コーヒー美味しい。はい、あと雑談なんですけど、バイク人、2月号のバイク人を読んでたんですけど、ラリー帳ついてるじゃないですか。知ってます？ラリー帳で道の駅スタンプラリーとかだとね、ものすごい件数なんですけど、バイク人のラリー帳の件数ってね、なんか15ぐらいしかないんですよ。で、あれいいなと思って、で、納車買取活動をしながらですね、バイクに乗って、その周囲をこうツーリングして、こう写真貼ってってやってみようかなとかで、ね、やってみようかなと思ってます。はい。で、それがコンプリートできたら非常にこう嬉しいんですけど、はい。ね、で、まあ、今日もね、今日は、近隣の、お仕事だったので、ふんふんをついて、ふん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 じゃ返事しませんね。アムロほら、アムロ来た。アムちゃん、見えますか？アムロ。電気つけよう。はい。アムロ。いやー。なんかくれるの？ね。かわいい。あ、ふんふん行っちゃった。はい、日帰りの時はですね、こうやって一緒にふんふんを連れて、回ってますので、はい。日帰りの時だけですね、泊まりだとね、一緒に泊まれるところがないので、なかなか難しいんですけどね、はい。
よろしくお願いいたします。はい、連れて行ける時と連れて行けない時がございますけども、はい、そんなわけで、ふと思いついたので、動画を撮らせていただきました。はい、あの近況報告を兼ねてですね、お聞きいただければ幸いです。あとの心配事がちょっと一つあって、モーターサイクルショー本当にやるのかなっていうの、2月ぐらいには最終発表出ると思うんですけど、なんかちょっと怪しいよね。うん、ね、なんかその辺のイベントももうちょっとね、できるところがあればね、やっていけたらいいなと思います。だからイベントやっていかないとね、どうしてもそのお客さんとの接点がないから、あの視聴者さんたちとの接点がどうして僕が欲しいかっていうと、あのやっぱ自分の言葉をどういう人が受け取っているのかっていうのはやっぱね、直接会わないと分かんないわけですよ、ね。まあ、あの僕からこういくらこうレンズを覗いても皆さんは見えないので、それをですね、あの見に行くっていう、見に行って話すっていうのはですね、すごく僕にとってはあの必要なことなので、この2年ちょっとでそれができてないっていうのは非常にこう自分の中では消化不良です。はい、なので、ちょっとの遠方でねもうねできればなと思いますけども、はい、頑張っていこうと思います。というわけで帰ります。はい、ご視聴ありがとうございました。